黒木ためも司令官と藤井茂田参謀長両用の戦いの絵葉が両用改戦。1904年両用改戦は日本とロシアが満州、朝鮮半島などの権益をめぐり、1904年に勃発した日露戦争における改戦。同年8月24日から9月4日まで行われた。両軍の主力が初めて衝突した戦いで、 ロシア軍は15万8000の兵を持って防御網を展開し、日本軍は12万5000の兵で、計28万の兵が衝突。暴力航海戦と並び、日本軍にとっては初めて近大陸軍を相手にした、本格的海戦であった。両洋は、中国東北部、遼寧省の都市で、当時は、人口6万のハルビンに次ぐ南満州の戦略的、拠点。地理的には、平野で、 旅順からハルビンへ至る統制鉄道が走る交通の要衝でもあった。日本の参謀本部では川上総録、小玉玄太郎らが対路戦略を構想していた。日本軍はロシア軍がシベリア鉄道などを利用して兵力を輸送してくる以前に積極的に朝鮮半島に進出し、ロシアの主力軍が集中する以前に短期決戦で同地を確保する作戦を立案。 満州へ向かう主力戦とウラジオストクへ向かう、ウスリ石作戦による分身攻撃を構想し、両洋は、方展、海上、鉄霊らと共に進撃目標の一つとされた。ロシア側でも海戦以前から基本戦略が存在し、本国から兵力を輸送して、両洋付近を第一線に兵力を集中させ、ハルビンを帯路に本国からの増援を待ちつつ構成する作戦を、 構想。開戦直前には陸軍大臣のアレクセイ・クロパトキンが満州軍総司令官として赴任する。1904年2月9日、日露戦争が開戦。日本側は第12師団の二川上陸、旅順港を封鎖しての航海の正解権確保に成功し、両東半島からの上陸が可能になった。第3軍が旅順攻略を担当し、 基本戦略通りの分身作戦を実施し、第一軍が朝鮮半島の大道光に上陸して5月1日に、応力公海戦を経た後に北上。第二軍は5月5日、両島半島の塩大沖に上陸、旅順要塞孤立化のための南山攻略を行った後に、大連を占領、5月30日より、東西鉄道に沿って北進し、徳理寺、大石橋などで、 ロシア軍と戦闘を繰り返しつつ北進する。第四軍は中間地点の大古山から上陸し、療養を目指す進撃を開始、宅木城を攻略し、療養を包囲した。日本側の政界権確保でロシア側は基本戦略を変更し、クロパトキンは兵力を直接療養へ集結させ、日本軍第一軍が迫る国境地帯の応力校へも展開する。また、 この他に、旅順救出の部隊を編成し、兵力を出すも現場指揮官の繊維がとぼしかったため、日本軍、第二軍の兵力の見誤りからに、両用に引き上げてしまう。日本軍は8月にほぼ両用に集結し、東から第一、第四、第二軍を展開。第一軍が大使港を溶かして、東を迂回し、ロシア軍を側撃する作戦を計画だった。 8月3日、秋山義古少将率いる、騎兵第一旅団は、敵上の偵察を行うように命じられ、両妖怪戦前まで、敵上の偵察任務に赴いた。この秋山少将率いる部隊は、騎兵第一旅団を中心とし、その他に、不評第38連隊、野砲兵第14連隊、騎兵中隊、工兵第4大隊第3中隊の、 複合型集団を構成しており、秋山死体と呼ばれた。8月26日、第一軍は、暮れないされへ進行し、同日午後には、弓張り峰において、第二師団が白兵での野衆を観光し、ロシア軍を駆逐し、第一戦陣地であった同地を撤退させる。第二軍も8月25日に進撃し、ロシア軍を後退させる。28日には、満州軍総司令部は、 第2軍に標高209メートルの成功地でもある主残保陣地の攻略を命じ30日には陣地への攻撃を開始するが戦況は行き詰まる30日深夜には第1軍が連闘湾から大志港を溶かして療養を迂回し梅沢旅団と共にロシア軍第2陣地を攻撃ロシア側は第1軍の側撃を予期していたものの偵察の不備もあり 日本軍の行動を補足できず、核軍団からの増派部隊で応戦した。第一軍は満十三を確保し、主力戦ではロシア側の兵力抽出の影響もあり、9月1日には主残歩を確保する。9月4日、クロパトキンは退路の遮断を恐れ、前線に方天への撤退を指令した。日本側は兵力消耗や連戦の疲労もあり、 追撃は行われなかった。日本軍はハルビン攻略が望めなくなったことから基本戦略の変更を余儀なくされた。療養海戦は日本軍の療養入場に終わったが、クロパトキンは戦略的交代であると主張し、両軍が勝利宣言を行う。死傷者は日本側が23,500、ロシア側が2万余りで、両軍合わせて4万人以上に上った。 日本軍では、8月31日に、両洋海戦の主残歩争奪において、不評第34連隊の関屋名、二郎連隊長、立花の修太第一大隊長が戦死した。立花少佐は、海軍における旅順口閉塞作戦において戦死した、広瀬武雄少佐と並び、戦後に軍神とされた。ありがとうございます。